薄雪。「岡本喜道」「ここで進路に出会った以上はもう栗田家訪ねてゆく必要はない」ことに老人に投げ出されたために服もコートも泥まみれになってしまったので胸像は この見苦しい姿でいつまでもるうついでいるわけにもいかなかった何をどうするにしても一旦は家へ帰って体の始末をしなければならないと思ったので彼は泥だらけのコートを脱いで抱えて再び坂下から江戸川行きの電車に乗った家へ帰るとイグラはいなかった奥から出てきたばあやのおしまは 主人の姿を見て驚いた聞いた「まあ旦那様お転びなすったんですか?」うん自動車をよけようとして滑ったんだ。と共造はいいか減なことを言って家へ上がったともかくも着物を着替えて2階の書斎へ入って彼はとりあえず妹の手紙を出してみた。 手紙は西洋紙の書簡線にペンで細かく書いてあったそれを読んでゆくうちに胸像の眉は次第に潜められた3その手紙は貞子から神道に宛てた一種の縁書であったしかしそういう手紙にありふれたなまめかしいような文句は一行も書いていなかった あなたのお父さんはなぜ私を執念深く憎むのかそれは私にもわからないがともかくもあなたのお父さんが手を変え品を変えてあなたと私とを無理に引き離すこと焦っているのは事実であるあなたのお父さんはいろいろな手段を持って私を脅迫している芹沢ス子さんを味方に引き入れて 学校から私を放逐せんと試みているしかしそんな迫害は私に対しては無効である私はどんな迫害を押しのけてもきっと最後の勝ちをあげるものと心の底では微笑んでいるあなたもどうかそのつもりでどんな敵とも戦うだけの準備と覚悟とを持っていてくれあなたの強い意志 それが私にとっては唯一の力である。貞子の手紙の意味は大略こうであった。それを読んで共蔵はおのずと妹が哀れになってきた。表面の理屈はともかくも妹ももう今年29の女である。教育家として社会的にはどれほどの地位を占めていようとも、どれほどの尊敬を受けていようとも。 女としてまた一種の赤量を感じていたかもしれないその妹がどういう動機からか知らないがある若い男と恋に落ちたしかもその恋は男の親の不祥事によって破壊されようとしている彼女がじれてもだえてヒステリーに陥るのも無理はないかとも思われた 先にはかの新道老人に同情した恭像も今度は妹にも同情しなければならなくなってきた老人に味方していいのか妹に加勢していいのか恭像もその判断に迷った実を言えば新道という男はどういう人物かよく知らないが自分の見るところではどうも妹とは不釣り合いらしい兄として 普通の人情から言えばもっと立派な人物を妹の夫に持たせてやりたいしかしいくら兄弟の間でもこれは兄の深くはって干渉すべき問題ではない妹と新道とか互いに相愛の中でことに妹がそれほど熱烈な恋に魂を焦がしている以上自分がそれを妨げるのはかえって人情に背いている 自分は神道老人の真似をしたくない自分はむしろ進んで2人の恋を結び合わせてやらなければならない共造の分別はこう決まったそれにつけても貞子が安子を呪っているのは誤解である安子が神道老人と結託して貞子を放逐しようと企てているなどとは安子にとっては確かに冤罪である 自分はもう一度彼女に理解を加えて安子の濡れ衣を干さなければならないそして安子と自分とが協力して貞子と進藤との幸福を図らなければならない俺はこれほどに思っているんだが」と教蔵は再びその手紙を見つめたその途端に階段を急いで上ってくる足音が聞こえた 先生。それはいくらであった。狂像は手紙を押し合って向き直った。どうした。大変早かったじゃないか。里子さんはあなたがお帰りになるとすぐに後から出たそうです。もちろんあの家の近所にうろついていて出入りの人間を注意しているつもりだったのですが、 貞子さんが出て行ったのは何か訳がありそうに思われましたからそれで引き返して報告に来たのです何でもあなたがお帰りになるとどこからか一通の郵便が来て聡子さんはそれを見ると慌てて出ていったのだそうです「4妹が出て行った」と恭蔵は首をひねった。 そして、どこへ行ったかわからないんだね。わかりません。といくらは面目なさそうに答えた私はお清という女中を捕まえて聞いたのですが一体無口の女ですから詳しいことを言わないのですしかしどこからか舞い込んだ手紙を見てと子さんがすぐに出て行っただけは間違いのない事実です。 その手紙は神道から来たのではないかと教蔵は想像したそして平素から同意度をうのみにしているような顔をしていながらなぜその場合に貞子を尾行しなかったのかと彼はいくらの不注意をはがゆく思ったその不満足らしい顔色を伺いながらいくらは遠慮がちに聞いた「先生これからどうしましょう?」 君はもう一度ゾウシガ行ってくれ。そして妹がいつ頃帰ってくるか、あるいは帰ってこないか。気をつけて見張っていてくれたまえ。一旦帰ってきても、またすぐに出て行くようならば、無論ん後をつけるんだよ。シャーロック・ホームズ、しっかり頼むよ。無論にという言葉に力を入れて、キ像はアンに彼の不要意を責めるように言ったので、いくらはひどく恐縮したらしかった。 彼はその失敗の恥を注ぐべく誓うように確かに受け合って再び出て行った昼から延べずに駆け歩いたので教蔵もさすがに疲れた書棚の上の置き時計を見ると今夜ももう8時を過ぎていた栗田の屋敷を訪ねても神道はいないに違いない貞子の行く先はわからない差し当たりはどうにも 手のつけようがないので胸像も机に寄りかかったままで再び妹の手紙を眺めているとばあやのおしまが上がってきた「旦那様、お茶をあがりますか?」「うん紅茶をこしらえてくれ」「今晩またお出かけになりますか?」さあまだわからないがたぶん夜はもう出ないだろう。 雪がまた降ってまいりました。降ってきたか。とひょう蔵は手を伸ばして障子を開けてガラスと腰に暗い夜の空をあおいだ。いくらは困るだろうな。いくらさんはなんだか大変な用があるんだと言って恐ろしい剣幕で出ておいででした。そうかもしれない。 と像は苦笑いしたあいつ思いのほかぼんやりしているからおやどなたかおしまは耳を引っ立てた入り口の格子が静かに間らしかったいくらが帰るにはまだ早いもしや貞子かと胸像の胸は踊ったおしまはすぐに下りでいったが 「また引き返してきて低い声で取り次いだ」「あの新藤さんという方が老人か?と」と恭造は膝を立て直して口早に聞いた「い,いえ若い方で昼間も一度おいでになりました」「すぐに通してくれ」 やがて神道誠司の姿が氷像の目の前に現れた彼は寒さに震えているように身をすくめて主人が押し合った火鉢の前にかしこまった彼の顔色は真っ青であった「いやあ宣告は失礼」と恭像は努めて落ち着いて挨拶したまた降り出したようですね 少しし降ってました。新道の眉は雪のひとひらが白く光っていた彼はそれを脱ぐおうともしないで黙って震えていた「あなたは寒いんじゃありませんか?」はいだんだん聞いてみると彼はかわいそうに昼飯も夕飯もまだ食わないのであった。 像は驚いた。新道は朝飯を食ったきりで今頃まで方々をさまよい歩いていたのである。教蔵はその事情を宣言する前にまずバー屋を呼んでとりあえず彼に熱い紅茶を飲ませた。それからありあわせのもので飯を食わせてやった。 力力に遠慮もしないで、進藤は飲んで食って、ようよう少し人間らしい顔色になった。火鉢にはすみみが盛んに起こっている。進藤はそれに手をかざして、ほっと息をついた。彼はたばこも持っていないらしいので、胸臓は巻きたばこの箱を出して彼の前に置いた。 いろいろご厄介になって実にすみません」と神道は初めて口を聞いた「突然だから何もご馳走がない」と共造は笑った「どうです今夜は泊まっていきませんか泊めてくださいますか?」「無論泊めてあげます」 神道は雪どころに困っているのだと氷蔵は推量した。彼がうまそうに一方のたばこを吸ってしまうのを待って氷蔵はおもむろに聞いた。神道さんあなたは今夜私のところへ泊めてもらいに来たんですかそれともほかに何かご用があって来たんですか彼は黙ってうつむいていた。氷像は、 ただ見かけて聞いた「どっちにしてもあなたが今夜訪ねてきてくだすったのは非常に好都合でした。実は私は今夜あなたのところへ伺おうかと思って途中まで出かけたんですが。振道は目を上げて相手の顔をちょっと見たがすぐにまたうつむいてしまった。 牛が淵でお目にかかったのはあなたでしょそうですと新道はうなずいたあの老人はあなたのお父さんですねはい新道さん私はその場所でこんなものを拾ったんですと恭像は貞子の手紙を新道の前に置いたこれはあなたが落としていったんでしょ 少し怯えたような目をして、神道はその手紙を盗み見た。